はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はオクトパストラベラーズ2の方をゲームをクリアし約60時間ほどプレイしましたので、現時点での私の正直な感想をやっていきたいと思います。初見ストーリークリアにかかった時間が約50時間、その後約10時間ほど確認作業をしまして計60時間のプレイ時間となっています。まずはじめにいつも通り私の正直な感想から述べますが、このゲームは現時点で今年一番の衝撃を受けた義理両芸というのがこのゲームに対する私の感想です。それではまず特に良かった点と悪かった点から述べていきましょう。良かったと思う点が音響関連、 BGM やボイスなどは特によくできていたと思います。 BGM に関してはシンプルに出来が良く、ボイスに関しては特定のボス戦でフルバーストした際に専用のセリフが用意されていたり、仲間の組み合わせによって掛け合いのセリフが用意されていたりと、あると嬉しいちょっとした変化パターンが多数用意されていたのが非常に良かったと思います。反対に悪かった点としましてはストーリー関連になります。いくつか結構いいなと思うストーリーもありましたが、ストーリー全体として見ると微妙といった感じで、これだけならば特に悪かった点というふうにはならないのですが、主要8キャラクターのうちのメインストーリーのうちの一つが、私の個人的な感覚としては新クソゲ大戦こと新桜大戦並みに低品質で頭のおかしいゴミのようなストーリーであったことに衝撃を受けたからです。あくまでも8本あるうちの1本ということで、ゲームの評価に対しては軽微な影響として処理しとどめていますが、いくらなんでもマジでクソなストーリーでした。それでは各項目の評価に移っていきましょう。まずストーリーに関してですが、先ほど述べた通り全体として見ると微妙というふうに私は思います。いくつか話の構成自体はそれなりにいいなと思うものもありましたが、あくまでストーリー全部として見るとかなり荒くて雑な作りとなっています。良い意味で一番印象に残った点が、リオ様風味の教授がものすごい熱弁していたなといったくらいですかね。ゲームプレイパートに関しては普通かなと思います。フィールドコマンド周りはかなりうまく使っており、特にサイドクエストでの使い方がかなりうまいなというふうに感じました。反面肝心の戦闘部分が正直微妙かなと私は思います。全体的なバランス調整が雑で大味な戦闘であり、肝心のボス戦も基本的に初見殺しムーブで何とかしているだけという印象しか残りませんでした。操作快適性に関しても普通かなと思います。戦闘倍速機能が用意されているのはありがたいのですが、これを使った上で普通といった感じで特段快適になるわけでもなく、かといって重大な瑕疵もないので全体的に普通という印象しかないです。強いて言えば全体的なエンカウント率が高いので、常時エンカウント半減のアビリティをつけていないとやっていられないのはちょっとなぁといったくらいですかね。最後に UI 周りに関しては正直微妙です。微妙に使いづらく最適化されていないボタン配置で、かつキーコンフィグ不能、とりあえずつけただけでコンパスより仕事をしないミニマップなど、全体的に UI 関係は微妙なものでしかないかなと思います。正直なところこのゲームをコマンド RPG のゲーム性だけとして見るのであれば、特筆する素晴らしく優れた点というのはないが、かといって重大な瑕疵も一切ない、良くも悪くも無難なコマンド RPG という印象が強いです。そこに世界観や雰囲気、BGM といった外観を整えることによって加点をして両ゲーとなり、8分の1超絶クソストーリーによって少し減点をされた結果、最終的にギリ両ゲーとなる。私の実感としてはこんな感じです。ということで今回は今年一番衝撃を受けたギリ両ゲーオクトパストラベラー2の方を約60時間ほどプレイしましたので、この時点での私の正直な感想になりました。